おざます。エラケチャンネルでございます。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。今回なんですけれども、私もね、ぜひともやりたかった企画で、僕にしかできない企画なんじゃないでしょうか。その企画と言いますと、大阪にはね、まあ、俗にそのいろんな風俗店がたくさんあるんですけれども、もう何百ってある中で、一軒だけね、トリプルレッドカードっていう、まあ、簡単に言うと、もう妖怪とか、まあ、化け物だとか、俗に言う、そういう、風俗場たちの扱う専門店が、大阪にはあるんですね。皆さん、お手の、携帯、まあ、携帯見てるのは仕方ないんですけども、もう一つ携帯があるんであれば、ぜひとも今、トリプルレッドカードを開いて、ください。まあ、大阪のね、やっぱこう、知る人ぞ知る、キングマン。はい、そしてね、ちょっと待ってくださいよ。アルミ銀次郎。銀次郎って、もう、女性やからね。もう、まあ、アルミ銀次郎。で、それでね、あとね、ちょっと待ってくださいよ。まあ、よくね、あとまあこう、結構美形なんですけども、ド S すぎてもすごい、ね、まあ、有名な、チクタクバンバン。まあ、いろんなね、こう、すごいというか、もう、俺はね、どう言ったらもう、ヘルスとか、風俗店のもう枠ではないよね。なんかもう、ちょっとこう、もう言葉では言い表せられることはできないんですね。で、まあ、その、もしトリプルレッドガードの、もし開いてるんであれば、在籍一覧を開いてほしいんですね。在籍一覧に何十人もいる中でこの間寝ながらね、面白いなと思って見てたんですよね、僕。したら、なんとね、最後から、何番目やろ。まあ、50人の50人もっといてんのかな。おる中で、定休日で、タンポポさんってあるんですけども、3番目になんとね、ネジ山サビオっていう、ちょ、待ってくれ、お前、これ。一応、風俗店なんでね。うん、なんていうか、減る、うん。まあ、でも、今回は、まあ、僕の中で思うのは、ネジ山サビオが、日本で一番、すごい、妖怪風俗嬢、嬢なのか、妖怪なのか、もう、おっさんなのかわからないですよ。まあ、まあ、これをね、今日僕は、自宅に呼びたいと思います。いやー、これまだ18禁にするしかないね。うん、18禁するしかないし、まあ、ちょっとこれ、どういう展開になるのか。うん。で、あとね、まあ、これねじまさびおさんのプロフィール、うん、言いますね。身長160センチ、バスト80センチ、A カップ、ウエスト50センチ、ヒップ50センチ。もうガリガリやないか、お前。で、コメントを読みます。はじめまして。私、八尾でネジ工場を営んでおります、ネジ山と申します。最近、東南アジア系の激安ネジブーメントや、円高もあり、我が社のネジは売れ行きが乏しく、今期はとうとう赤字を排出することとなりました。ああ、うん。これ別に、いるこの説明。うん。あ、そういうこと。そんな説、
嫁を風俗で働かせて、この赤字を乗り切ろうと、嫁に対してね、過去の日本における侍たちは、嫁を質屋に入れる、嫁を倉庫に入れる、などをして、経済的ピンチを乗り越えてきた。お前も先人たちと同じく倉庫に行き、ネジ工場を支えるべきだ。うん。そんなわけないと思うんですけど、うん、まあまあ、いいんじゃないですか。そう、と、ねじ、ソープ、ね、行き、ねじ工場支えるべきだ。と、妻、サビ子に言ったところ、サビ子が、バカ野郎、夜寝る暇あれば、お前が風俗でも何でもやって働いてこいよ、このネジ野郎っていう。と言われ、風俗で働くこととなった私は、いろいろな店を探す中、この店で雇ってもらうことが、決まりました。ネジ一筋の私目ではありますが、私目でありますが、ちょっと待って、ぜひ、指名をしていただけ、指名をしていただけるのであれば、右ネジ回しペロペロ、左ネジ回しペロリペロリなどのオプションは無料。うん。このオプションは無料。で、最近ではスパナを使った、技、ダブルスパスパを取り入れ、家内にも試したところ、イグーと好評なので、そちらも無料で、提供しております。やってもらうしかないね。うん。俺、でもこれはね、どういう状況だったとしても、えらけチャンネル必ず最後まで責任を持ってお届けします。はい。で、最後なんですけども、枯れた花には水を、乾いた泉には棒を、緩んだネジには私、ネジ山サビオをよろしくお願いします。はい。で、トリプルレッドガードってお店は、やばいランキング順に、ありまして、レッドカード1枚っていうのは、まあ、やばい。まあ、今、下手者とか、まあ、妖怪的な部分で言えば、レッドカード1枚。で、やばいやつが、レッドカード2枚なんですけども、ネジ山くんに関してはね、これ、3枚なんですよね。で、それとともに、ネジ山くん、トリプルレッドカード、先日、お電話したところ、本日、私めのために、出勤していただいております。いや、本当に親父とおかんごめんね。申し訳ない。偉いけど皆さん本当申し訳ない。こんなことやってね、本当に申し訳ないと思うんですけれども、やっぱ、あえてね、やっぱこう、俺はね、なんていうかこう、川口博士探検隊見て笑ったらわかるように、誰もが踏み入れたことないことね、俺はもうどんどん踏み込んでいきたい。うん。ボクサーとしても、年齢を超えてやっていくとともにね、誰もやったことないことがあるんですけども、今回その、ネジ山サビをほんまに呼ぶことによって、新しい世界突入したいと思います。ちなみに私め、嫁がたくさんいてるんですね。一夫多妻制もやっております。その中でね、どんどん誰も経験したことない世界へ行きたいと思います。それでは、トリプルレッドガード電話したいと思います。あ、もしもし、昨日、お電話させてもらった、エラですけども。はい。で、今から、ネジ山サビオさんの方を、頼みたいんですけれども。はい。ありがとうございます。はい。はい。30分ぐらいですか。
あ、大丈夫です。はい。で、場所は昨日教えたところでお願いしたいんですけれども。はい。あ、料金。料金は、前払いです。はい。わかりました。OK です。はい。お待ちしております。よろしくお願いします。失礼します。いや。今から、多分30分ぐらい来るということなので、準備して、待ちたいと思います。左、ねじ回しペロリペロリかな。どんな技使ってくんのかな。まあ、俺もやっぱね、ボクサーとして、やっぱ、なんていうかな、攻めるばっかりじゃなくて、ディフェンスも得意なので、そこらはしっかりディフェンスしていきたいなと思うんですね。まあ、そこでは、なんていうか、矛盾みたいな、とこもやっぱ楽しんでいきたいなと思います。ということで、今から30分待ちたいと思います。皆様、お待ちください。本日は、ご指名の、ありがとうございます。乾いた、泉の、棒、いろんなネジには、ネジ山を、ネジ山セベロでございます。本日は、ありがとうございます。